王様王様は日本の音楽家、ギタリスト、有限会社オフィス王様代表。王様という芸名は髭を蓄えていた際の風貌が一般的なトランプのキングに似ていたことに由来すると言われている。本人曰く本名は王様二郎であるとのこと。これは兄である長男が王位継承を辞退したため次男の二郎が王位についたという。過去には これとは別の本名が紹介されていた例もある。兵庫県西宮市出身。東京都立杉並高等学校、上地大学経済学部を卒業。パルコに就職したが入社後1年半ほど経った時に、千葉パルコへの転勤の事例を拒否する形で退職した。その後、バンドや個人での音楽活動を続けながら、職を転々とする。 1990年代に入り英語詞を直訳し、原曲に乗せて歌うという直訳ロックと呼ばれるスタイルを確立。1995年、バンドメンバーとして参加した、近藤七のライブの打ち上げで披露した直訳ロックが、音楽ディレクター佃田淳造の目に留まり、CD デビュー。ディープパープルの英語詞を直訳したメドレー曲、深紫伝説を発表し、 売り上げ25万枚のスマッシュヒットとなる。本作品により、同年の第37回日本レコード対象企画賞を受賞。社会学者の宮台真嗣はこの歌詞について、正しすぎて腰が抜けたと話している2010年8月20日、1998年にファンハウスからマーキュリーミュージックエンタテインメントに移籍。近年は、 インディペンデントレーベルでの直訳曲の発表に加え、英語誌の翻訳やテレビ出演、ライブ活動など多方面で活動している。土日祝日の日程のほとんどがライブ活動でスケジュールが埋まっており、2010年3月7日、奈良県にて行われたライブをもって、日本全国47都道府県でのライブ開催を達成した。河原泉がファンを公言しており、王様も、 彼女のファンである、東京ニューヨーク会会長。戦闘愛好家であり、戦闘保存運動にも参加している。趣味は、ロールプレイングゲーム。年齢については明かさない姿勢を貫いていたが、2007年6月17日放送の、間違いだらけのダメな街クイズミッケタウン。であっさり、47歳と明かした。2009年10月19日の、スーパーサプライズに出演。 クリソーツ伝説に収録されている、万の土になったについて出演者から質問が集中し、プロモーションビデオ撮影当日は、デジタルビデオカメラが1日限定という条件で、レンタルしたため曇りの日になったと語った。2011年、ファンキー、末吉プロデュースの爆風スランプトリビュートアルバム、We Love Back f r に参加。ギター演奏のみ。2013年、王様。 八王子様渡辺秀樹家来名義のユニットで直訳ロックライブツアーを観光。八王子様とは、信仰のあるファンキース栄吉が王様とユニットを組んでライブを行う際の別名。ユニットに途中から参加した CCB の渡辺秀樹には家来の称号が与えられた。直訳曲については、原曲を発表したアーティスト名を付記している。 メガポート放送 BS900CA1。王様がナビゲーターで登場したロック音楽バラエティ。王様のフェバリットアーティストを紹介する、今週のリッパや松田東作粉する、王様が検証する、クリソツロック探偵事務所、さらにはすでに他界している、様々なアーティストを、あの世から呼び寄せる赤、龍哲夫の、哲夫の部屋など、短いコーナーが脈絡なく登場した。 王様の番組 SP ライブも毎回演奏した。後期には、影山博信や、ダイヤモンド愉快、人間イス、大橋淳子、富田京子などがゲストで登場し、ロックヒストリーを語った。しかし番組は2005年の放送局閉鎖により、放送が打ち切られた。ありがとうございます。